はい、じゃあ今日は個別カウンセリングをさせていただく佐々木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあワンちゃんのお名前をまず伺ってもよろしいですか。はい、ミランと申します。ミランちゃんですね。はい、今おいくつですか。はい、7歳になりました。7歳ですか。はい、分かりました。落ち着いてますね。はい、今日はでもね、こうやってイベントの会場に来ていただいてね、遊んだので、はい、もうね疲れちゃいましたよね。ね、はい。まあ、今日お話伺っていくんですが、はい、ミランちゃんはもうゆっくり休んでてもらって大丈夫ですので、はい、様子見ながらねやっていこうね。分かりました。はい、はい、じゃあちょっとご相談内容を伺っていけたらなと思うんですけれども、はい、ミランちゃんのご様子はどうですか。そうですね、よくドッグランに連れて行くんですが、はい、全く走らない感じで、もう入ったらすぐに帰りたいと、でも歩いて行ってもう出口にへばりついてキャンキャン鳴いてしまうっていうのもずっと続いておりまして、はい、ちょっとうちだけなのかなと思ったら結構他の柴ちゃんでもそういうのあるっていう、はいはい、悩みを抱えてる方も結構いらっしゃるんですけども、はい、じゃあそれをどういうふうに何か解決できることあるのかなって思いました。そうですね、はい、まあ人間側の気持ちから言ったらせっかくドッグランに行っているので、はい、もっとなんか嬉しそうに走ってもらえたらいいなとか、はい、そういうところも、まあ、期待はねどうしてもしちゃうとは思うんですけれども、はい、まあ方向性としては僕はその全員が全員ねドッグランが大好きでっていう形にはならなくてもいいのかなとは思いますし、ね、ただまあとは言いつつもそのドッグランに行ってもうここ怖いところです帰りたいよとまではならないような形で、あ、はい、まあ、人間のお友達もありますし、あ、はい、一緒にいても落ち着いて、今なんてとてもいいイメージだと思うんですけど、あ、はい、まあ、ここも一応ねドッグランという場所の中ではあるんですが、はい、まあ、今ワンちゃんもいないですし、こう落ち着いた状態でいられる、はい、こういう場面をいろいろな他のドッグランに行った場所でも、作ってあげられるようにしていくっていうのは目標としてはいいのかなと思います。はい、でもあれですか、そのもちろん、理由がわからないことはあるんですが、はい、ミランちゃんは例えば明確になんかこれが理由があってドッグラン嫌いになっちゃったのかなとかっていう、こう思い当たる節はあったりするんですか。そうですね、初めて行った2歳の時に初めてドッグランに連れて行ったんですけども、はい、その時偶然なんですが大型犬ばっかりでもすごく大きなシベリアンハスキーじゃないやな、なんかすごいそのぐらい大きいワンちゃんばっかりで、はい、もう人ミランだけすごいちっちゃくて、で走ってはいたんですけども大きいのにどんどん追いつかれて、はいはい、追いつかれてなんかもう襲われてる感じがしたんでしょうか。それからもう、はい、あんまりドッグランでは全然走らなくなりましたね。はい、まあ当然怖いと思うんですよね。なので、まあ、それだけが明確な理由じゃないかは分からないんですが、はい、ただやはりそのドッグランに行ってそういう形、どちらかといったら楽しい思いをしたというよりは、はい、そういうふうに少し大きい子でも小さい子でも追いかけられたとか、はい、そういう形になると、まあ、例えば楽しみたかったとしても自分がちょっと走って見ると必ず誰か元気な子がついてくるんだよなとか、はい、そういうところがあると、まあ、自分も心から楽しめないっていうのはランではあるのかなと思います。はい、なのでその、まあ、無理して例えば他のワンちゃんがいるドッグランに入るようであればミランちゃんも今日も楽しいからほら行っといでってやるとミランちゃんの負担になっていくと思うので、あ、ですね、はい、なので基本的には他のワンちゃんが来てミランちゃんが例えばいやいいですって別に挨拶はしなくてもいいですって言ってるようであればそこはきっちりバリアを張ってあげるようにする。はい、で、僕は気をつける点はそこのバリアをちゃんと鉄壁にしてあげることだと思うんですけど、はい、なので後ろに入った状態で、はい、でも守ってあげるよって言いつつも他の元気なワンちゃんがスルスルスルっとニコニコしながら後ろに回ってきてミランちゃんにタッチできてしまったってなると、あ、まあ、ミランちゃんからすると大丈夫だと思ったのにやっぱりこのバリアはあんまり信用できないなってなると当然やっぱりまた気も重たくなってくるんじゃないかなと思いますし、でまあちゃんと守ってあげているからこそだん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 その後ろに入れば
大丈夫っていうイメージがついてくれば、はい、逆に外にも出れるようになってきて、はい、ちょっと怖いんだけどでも大丈夫ゾーンがあるから前に出て試してみようかなっていうような気持ちになれば、はい、そこからその楽しいも生まれてくるのかなと思います。なので、まあ、僕はドッグランは場合によっては絶対必要な場所では全然ないと思っているんですが、はい、ただまあだからといって行っちゃいけないってわけではないですし、はい、まあ、うちもたまに行くことありますし、はい、なのでまあ、どうやったら楽しい場所になるのかなっていうのを考えていくといいかなと思います、ね、はい、ちなみにそうするとミランちゃんは、はい、逆に何をするのが好きなんですか？そうですね、やっぱ多分実は犬が苦手なんですね。人間がすごい大好きで、犬がやっぱり多くたくさんいると、はい、ちょっと怖がってしまったりして、だににやっぱりワンちゃんが好きな、はい、ペットショップだったりとか、はいはい、なんていうんですかね、そういうと人間が集まってる、ペットが好きだなって思う人が集まってるところに行くとすごく喜んで、もうすぐへそ天してお腹出したり、ミランちゃん、そうか、はい、ミランちゃんは人が好きなんで、ね、そうなんですよ、はい、そうかそうか、はい、今のこの様子、まあ、ちょっと疲れちゃってますけど、はい、この様子からねこうやってやってる姿はなかなか想像つかないんですけど、そうですね、はい、じゃあやっぱりテンションが上がるところはやっぱりこうウキウキしてるっていうところも見れている、ね、人が可愛いって言ってくれるともう無理やり寄っていくとか、はい、でもやっぱりワンちゃんがそこにいると一歩下がっちゃうみたいなありますね。だからまあその辺も少し考えてあげると、今まあ好き何か好きなことありますかって伺った時に、はい、まあ、いわゆる今苦手なドッグランと、でも例えば人がよしをしてくれるんだったら、それは嬉しいですってなれるようであれば、あ、はい、まあ、まず例えばドッグランで楽しむようであれば人に可愛がってもらうっていうのを、はい、例えば守ってあげられるし、でも周りの、人間たちはみんなミランちゃんに優しくよしよしてもらえるし、そしたら、より早くここも楽しいなって思えるような状況、はい、これはまあドッグランだけではなくてどこの、場所でも同じだと思うんですけれども、あ、まあ、状況も鑑みて、はい、ね、なのでそのあたりをうまくやってあげられたら、ちょっとでも、まあ、少しでもそうですね、はい、ドッグランに限定せずにうまくいくようにはなってくるんじゃないかなと思います。わかりました、はい、まあ、ちょっとね今日短い時間にはなるんですけれども、はいはい、ぜひまたお話伺わせていただければなと思いますので、はい、最近ミランちゃんが楽しそうですっていうご報告をお待ちしますので、はいはい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。あ、ミランちゃん起きたね最後決めてくれましたね、ありがとうございます。ありがとうございます。